着席。キノコのコノコ元気のコ。はい、今日の授業はこれからみんながね立派な人間になるためにどれだけ必要な知識を学んできたか、今どれぐらいの実力か試させていただきます。題してですね、ブザー国士抜き打ちテスト。今更聞けないブザー国士抜き打ちテスト、一番成績が良かった人には豪華プレゼント。じゃあ取ったるで。コンコン釘を刺す。早速本題に行きたいと思います、はい、まずはですね、はい、穴埋めクイズ。ブザーのメンバーとハギーズだったらもう分かって当然な穴埋め問題なので、はい、こちらはねシャルフから順番にシャルフ、シュン、お、これはサクと来て、嘘言ってユウヤ。僕最後ですね。座りなさい。はい。ね、こういう子いたな。ポンポンポンと答えていく形になります。テンポよく。なるほどね。テンポよくいきましょう。はい、じゃあ早速。これ分かって当たり前ですから。ね。おお始めていきましょう。よーいスタート。よし。ポン。はい。桜エビデンス。エビハニゴー。I need you。 イエーイ。イエーイ。ボー Be like you。 ブザービーター。あ、こっち正解。おい Help me。 おい、あーと、こっち正解。よっしゃ、はい、いや、絶対チッコやん、それもう。チョコ。あ、ブラックはホワイト。はい、あー、なんだろう、数問なんかすごいなったけど、5人はよくできてるんですけどね。なんでこれだけなんか下ネタもっと言うよ。ああなるか、ああなりますよ、あんなん。あもうチーマルポーってちょっとね、もう一歩ってとこでしたね。今一歩一歩足引っ張ってるよ。次頑張りましょう。俺らちゃんと答えてる。チームワーク。はい、なんなん。続いてはブザー早押しクイズ。先生が問題を、口頭で言っていきますので、ちゃんと聞きながら早押しで答えていきます。お手つきした人は次の人が答えるまで一回休みなので、慎重に答えてください。はい、これですね、僕がまず黒板にキーワードとなることを書きます、はい、でその後に問題文を、それにまつわる問題文を読み上げて、何でしょう、何々って感じなんです、問題文の途中で分かった人は早押しても大丈夫ですけど、でももしかしたらきっかけとかもあるかもしれないんで、はい、やっていきましょうか。はーい、はーい、抜き打ちテストをやりますっていう点から。行きましょう。はい、小林さん。先生、問題は何ですか。早く。先生、早くやろうよ。先生、早くやろうよ。答えたいんですけど。ハンマーヘッドシャーク。うんこだな。あ、そのサメいるよね。めっちゃ好きだ。ここに目がここにあるやつ、サメ。すごいな。めっちゃすごい。大丈夫か。大丈夫か。どうしたの？宇宙人だよ。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 小学校の時とかさ、こうやってやるじゃん。あーやってたら、ちょっと行き過ぎたって。水面席ないから気をつけて。気をつけな。危ねえ。落ち着いて、落ち着いて。危ない。危ない。
間違ったわ。ああ、なんだなんだ。場所はどこでしょう。場所？場所？ああ。九十九里浜。正解。おお。九十？九十？十でやってる？九十九里浜。九十なんだ。九十九里浜ってどう？なんだっけ？百？ね？先生。はい。九十九里浜っていうのは。はい。あのどういう海なんですか。海？浜じゃない。浜か。どういう浜？はい。ちょっと絵で表してほしい。浜を。点数が高かったのはどなたでしょうか。最も点数が
高かったのはシェン。というわけで旬がね、いやもう大変よくできましたね。いやありがとうございます。ただ一番良かった人がいるということは一番できなかった人もいるということなので、最下位を発表したいと思います。一番ブザーについて問題できなかったのがゆうや。いやでもゆうやは不正解だったな。やっぱ穴埋めが響いたな。あーもうあれだってあれで失格じゃん。というわけで、はい、まあ、ゆうやにはね、はい、まあこれからもっと頑張ってほしいので、うん、まあ、激励の意味も込めてですよ。激励、激励、これから頑張れよという意味も込めて、今からコアラを一気飲みしてもらって、山手線の駅名をしか全部言ってもらいたいと思います。はい、